はい、どうも、バサラです。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルはガジェットのレビューを中心に動画を作っています。そういった内容が好きな方はですね、ぜひチャンネル登録も考えながら見ていただけると嬉しいです。はい、というわけでですね、結構何の説明もなくいろんなものがガラッと、変わってるような感じもするんですけどね、ちょっとね、この机ができてたりとか、してですね、ちょっと変わってるところもあるかもしれないんですけれども、この机に関してはね、ちょっと次回、ちょっと動画を作ろうかなというふうに思っています。ちょっとね、まあ、ライトも買って少しちょっと調整してるところもあるんで、見づらいところがねあるかもしれないんですけれども、今ねちょっと頑張って調整してるんで、慣れるまで、お待ちください。はい、今日なんですけれども2つ、製品紹介しようかなと思ってます。で、紹介させていただくのはこちらです。ストレンターさんから出ている、モバイルモニターになります。はい、もう一つの方がこちらです。はい、ゼンデュールさんから出ているスーパーハブという製品になります。まあ、なんで2つを紹介するかというと、このモニター、まあ、詳しくはね、この後話していくんですが、このモニター、バッテリー性能があんまり良くないんですね。というか、まあ、アダプターがないと基本的には動かないようなものになってます。で、スイッチを例えばつなげた時もスイッチの電源って必要ですよね。っていった時に、まあ、パワーが、電源が足らないわけですよ。そういった時にですね、こちら。はい、これを組み合わせることによって何が起きるかというと、これが、要は、スイッチの電源にもなって、ハブにもなって、さらにこのモニターにも給電できるっていう、いろんなことができる、本当に名前通りのスーパーハブです。ではですね、ちょっと詳しく、2つを見ていこうかなと思います。まずはモニターについてです。解像度はですね、1920×1080 の、フル HD に、なっています。サイズは 15.6 インチです。液晶の種類としては IPS です。で、液晶なんですけれども、まあ、見ていただければわかる通りですね、めっちゃ反射しますよね。はい。グレー液晶になっています。で、それ以外の付属品についてです。USB-C から USB-C の、アダプターが1つと、あとは HDMI のケーブルが1つ。で、HDMI のケーブルは反対側がミニ HDMI に、なっています。そして USB-A から USB-C のケーブルも1つついています。そして電源アダプターがついています。はい、こちらの方がね、製品なんですけれども、見ていただければわかるという、こういった、カバーが、最初からついています。このカバーがですね、結構独特の匂いがして、最初のね、買ってから数日は、ちょっと匂いが、しました。はい。で、これを止めるためにですね、こんな感じで、ビスがこうやってくっついてるんですね。で、まあ、これ取ることもできるんですけれども、これがね、まあ、取れるように、取ることもできるんですけれども、まあ、これがあるせいで、こういったね、なんか、その置いた時に、ここが平らではないっていうのが、ちょっと注意ポイントかなと思います。そして、このケースなんですけれども、台にもなってですね、角度が、3段階変えられるような感じです。で、iPad とかの、角度よりも、ずっと、角度としては、いろいろ変えられるので、その部分はかなりいいなというふうに思ってます。で、次についているポート類です。上からですね、HDMI と、USB-C。で、その後の USB-C は電源の、USB-C になっています。そして、マイクロ USB と、イヤホンジャックが、ついています。はい、このモニターなんですけれども、裏側にベサ規格の、穴がついているので、アームを使用して、このモニターを使うこともできます。で、このモバイルモニターなんですけれども、もちろんこの MacBook と、接続しながら使うことはもちろんできます。こちらのですね、Mac についているサンダーボルトの、ポートから、こちらの USB-C のね、ポートに入れるだけで、モニターはもう簡単に、つくような感じになっています。で、2つモニターを並べるとですね、さすがにですね、この MacBook はすごく綺麗な、モニターパネルなので、若干ね、色あせて見えるかもしれないですけども、かなり必要十分な、程度の、色味かなというふうに、思っています。で、応答速度とかもですね、全然問題なくてですね、例えばこういった、今 YouTube ですけれども、ブラウジングしてる時も、全然滑らかに、見ることができると思います。で、視野角としては若干 MacBook の13インチよりは狭いですけれども、まあ、そんなに IPS なのですごい狭いってことはもう全然ないです。全然横から見ても、見えるかなというふうに思います。で、そしてフル HD のサイズなので、やっぱりね、すごくね、あの MacBook Pro の13インチ使ってる人にとっては広く、感じますね。で、このストレンターさんのこのモニターなんですけれども、一番驚いたのは、音です。すごい音が良くて、かなり音質が、いいです。なので、ストレンターさんのこのモニターをね、使いながら、まあ、YouTube を見るっていうことでも、すごく音がよく、聞けるので、いいなっていうふうに、思っています。で、ただですね、このデザイン上、タブレットみたいな感じなので、触りたくなるんですけれども、タッチパネルではないです。
タッチパネルではないので、そこはね、まあ、注意点というか、僕結構間違えて、ね、画面触っちゃったりとかしたんですけど、この形なんでなんか、触れちゃいそうですけれどもタッチパネルではないです。でこのモニターなんですけれども、内蔵にもね電池が少し入ってるんですけど、僕が使ってみた感じ多分30分ぐらいしか、持たなかったです。なんで基本的にはアダプターを挿しながら、まあ、使う製品なので、中の電池っていうのは本当におまけみたいなものなんですけれども、それを、補ってくれるのが、はい、こちらです。でこのスーパーハブもちょっと軽く、説明をしていこうかなと思います。はい、まずは付属品などについてです。USB-C のケーブルが1つと、あと電源のケーブルが1本入っています。で特徴的なのはですね、このサイズ感、このコンパクトさです。皆さんがお持ちのですねカード、それよりも若干小さいぐらいの、サイズ感になります。非常にコンパクトな製品です。はい、そして付いてる USB ポートについてです。上2つに USB PD の、ポートがあります。上の方がですね 30W の方でメインのポートになります。下の方の方が、サブの、ポートになっていて、こちらが 18W までという感じになっております。そしてハブとしての機能の USB-A のポートが1つと HDMI のポートが1つ、付いています。これを使うことによってスイッチも充電するし、 MacBook も充電するし、そして、モニターも充電できる、もう万能な、この万能なまさしくスーパーハブが来ることによって、さらにこのね、2つの組み合わせをうまく使うことができるので、それを紹介しようかなと思います。はい、こちらの製品にまずスイッチをつけて、スイッチの方から、まあ、映像の出力とかもね、こっちに流れているので HDMI をモバイルモニターの方に接続します。さらにこちらのスーパーハブから電源が、出力できるので、そちらをモニターに接続します。はい、こうすることによってですね、この1個の、ハブをかませることでモバイルモニターもスイッチも、両方動かせるような環境がもうこんな感じで、構築できました。でそしてこちらのスーパーハブなんですけれども、上のポートは 30W っていうことなんですが、一応 MacBook Pro の13インチも一応ですね給電をしながら、多分いろんなパワーを使うような作業しちゃうと電池が減っちゃうかもしれないですけども、一応充電マークがつきながら、MacBook Pro の13インチでも使うことができました。なので、本当にこのモバイルモニターをですね、どこでもいろんなところで使いながら、さらに Mac も充電して仕事がずっとできるっていうのが、いいところかなというふうに思ってるんで、この2つを組み合わせると本当にどこでも仕事ができるなっていうのが、思ったところです。はい、で僕こういったモバイルモニターって使うのって、まあ、初めてだったんですけれども、すごく有効だなっていうふうなのは、思いました。で例えばですね、例えば寝室で使ってる時には、Fire Stick TV と、例えば使って夜寝る時には、まあ、映画をね、見る時に使うみたいなので、寝室用の、まあ、モニターとして、使うみたいなこともできますし、昼間は例えば書斎みたいなのがない方、例えばダイニングテーブルとかで仕事をされてる方って今結構多いかなというふうに思うんですけれども、で寝室からこのモニターを持ってきて、こういった感じでもう開けば、まあ、すぐね、サブモニターになるわけですね。でやっぱりモニターが2つある方がやっぱり仕事ってすごくやっぱはかどるなっていうふうに思っていて、メインの方ではエディターを開いて、ブラウザをこちらの方で開いて、さらにスラックも開くみたいな感じで、デモンストレーションとして、使ってみていますけれども、こういった感じでですね2つモニターがあるっていうのはやっぱり、PC で仕事をする上ですごくはかどるんですね。でなんですけど、モニターってああやって設置しちゃうと、まあ、結構邪魔じゃないですか。でそれをダイニングテーブルに置いとくってもうできないじゃないですか。みんなでご飯食べれなくもなっちゃうので。なんですけど、まあ、これだと本当にこうパタンともう閉じてもうどっかに片付くことができるので、そういった意味ではですねすごいいいですし、 15.6 っていうサイズがまたちょうどいいぐらいの、サイズ感だなっていうふうなのは思いました。やっぱりすごく大きくもないし小さくもない、やっぱりでもあった方がすごくいいっていうような、サイズ感だなというのがあるので、このちょうどいいサイズ感のモバイルモニターっていうのがあるのは、まあ、すごくいいところだなと思いました。なのでリモートワークで書斎を持ってない方に関して、まあ、めちゃくちゃおすすめできるなというふうに思ってます。はい、逆にちょっと悪い点みたいなところを話していこうと思うんですけれども、やっぱりこれね、バッテリーがそんなに持つわけじゃないので必ずアダプター持っていかなきゃいけないんですね。なのでカフェとかでこれを例えば使ってやりたいみたいになるときにアダプター2個必要なわけですよ。例えば Mac とか Mac とこれを使う場合ね、だったりするので、一応これモバイルバッテリーでも動くんですけれども、そういった感じで、カフェとかで使うにはちょっと大きいしちょっと微妙かなとは思いました。コワーキングスペースとかだったらいいと思うんですけどね。であともう一つです。これ見ていただければ分かると横長なんですよ。横長なんですね。で、15インチが入る PC の、リュック、そちらの方には入らないです。縦がちょっと足らないです。
なのでリュックが17インチまで対応しているものだったら多分入るんですけど、15インチのものにはちょっと入らないので、やっぱりですね、これはどちらかというと家の中でどこでも仕事ができるためのモバイルモニターとして使うのがまあベストじゃないかなというふうに思いました。でこちらに関してはですね、やっぱりハブにもなるし HDMI のポートもあるので、もう旅行とかね多分持っていくときとか、まあ、仕事を使うときのハブとしてはこれが1個で、全然いいんじゃないかなと思います。デザインもね結構ねかっこよくてクールな感じでいいんじゃないかなというふうに思ってます。でこちらの製品なんですけども、まあ結構ねいいところも多いんですけれども、気になる点としてはやっぱり電源ケーブルですね。こういうタイプの、ケーブルがですねやっぱ必要になってしまうんですね、これ以外に。でもちろんここからパチッと出るタイプもまあいいなとは思うんですけど、これのいいところは、例えばこれがパチッてなってここに電源つけなきゃなんないってなると、 HDMI を何でしょう、その電源ケーブルの近くまで持ってこなきゃいけないんですよね。でこれがあることによってちょっと離れた場所でも使用することがまあ簡単なんですけれども、別途これをね持ち歩かなきゃいけないっていうのはまあ少しね、モバイル環境としては少し弱い部分かなとは思いました。まあとはいえこれしか荷物がないのですごく弱いわけではないですけれども、まあ、気になる人も多いかなとは思いました。はい。でちなみにこちら価格なんですけれども、こちらの方はですね、Amazon の方で2万円で購入することができます。 Mac だったらもちろん iPad をねサイドカーにすればいいじゃんって話もあるんですけども、こちら HDMI がつながれば何でも使えるので、そういったところのとこは iPad の、サイドカーではできない部分かなというふうに、思います。はい。こちらの方はですね、幕開けにて応援購入ができるようになっているので、どちらの製品もですね概要欄の方にリンクは貼っておきます。はい。こちらの2つの製品なんですけどね、まさかの組み合わせるとほぼ何でも充電しながら無限にできるっていうのが分かってですね、すげえいいなっていうのが、めちゃくちゃいいなっていうのを、まあ、すごく思ったので、ちょっと今回、2つ組み合わせて動画を作ってみました。ぜひぜひ、リモートでね仕事されてる方とか、家の中でいろいろ仕事されてる方に関してはですね、持ち運ぶ荷物がめちゃめちゃ少なくなるので、家の中であったとしてもね、だったりするので、すごく便利になるかなと思うので、ぜひぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい。いかがだったでしょうか。このチャンネルですね、ガジェットのレビューを中心に、動画を作っています。今日の内容が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。